ろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄出身なので、ですね、僕那覇に住んでおりました。那覇の出身の方いらっしゃいますか？はい。どんなことしてる場合じゃない。デザイン思考を学んで自分の医学部に出したりとかビジネス専攻に出たりとかしてそれを生かしてもらうというのがデザインスクールの趣旨らしいんですね。実際に作ることを推奨してるんです。で、物を実際これ物を作る、あたその紙に例えばパソコンにフォトショップで書くだけじゃなくて物を実際こうプレスタイプを作るのを推奨してる。で、そのためにこう道具がいっぱい必要になって、それが全部こう要素プロトタイプルーム。NICU っていう施設があるんだけど、そういうこと の設備がどこで整えられたかとか、スタンフォードでできたものが結構ずらーって流れてるらしいので、すごいずーっとあそこの端の花壇まで全部こういうのが Sent photographs to 沖縄、広島、和歌山。 So this is over 100 years old.At that time, no internet. 一つ投資、さっき言った投資機能と、でもう一個はビジネスクリエーションといって、会社を作ろう、一緒に作ろうって言ってることですね。もう一個は教育授業もやっていて、自分が困ったことが他の人も多分同じように困ってる、それをなんか助けるものを作れれば絶対にその人使う人が増えるほどビジネスが成功する。こんなことやったよね、あんな失敗したよねっていう話ができるから、これは多分今楽しい。ただこれがずっとまたやってて、ただ、自分の会社の社長でのんびりやってますってなったら多分やめてまた何かやろうと思います。で、私こういう目でやってるんですけど、大学の関係者に一回ヒアリングしていいですかって電話もできるじゃん。そうすると多分その前にインターネットで調べた情報よりもはるかに深い情報が手に入るじゃん。それが多分2、3、4、1番だし、つまり自分で何かアクションを起こしてより深い情報を取りに行くっていうアクションを起こせるか起こさないかがリサーチの上で多分一番大事。英語のドキュメントを嫌がってる限りもうすごいエンジニアにはなれないから。だってすごいね、全ては英語でまず入って、で翻訳されるまで普通数年かかるからね。だからそれを待ってる時点で遅れちゃうんで、なるべく英語の現象で、プログラミング言語を学ぶとかっていうことをした方がいいと思います。待って入る、もう二度と来ないから、ファーストエクスペリエンスというのは考えない。